気ままにダラダラ、ショーチャンネル。はいどうも、たくみぼすでございます。おいっす。さあ本日も和心クラフトやっていきたいと思います。で今回はですね、前回に続きましてもみじボット、そちらに触れていきます。で前回は装飾ブロック、主にやってきましたが、今回はなんと調理でございます。いやー俺の料理やで、いやー不安しかない。まあリアルでは結構作るけどね。まあマイクラの中ってなったらね、まあいろいろね難しいところがね、まあ用語とかいろいろあるんだけども、今回頑張ってね、調理の方していきたいと思います。でですね、まあ少しばかりお勉強してきたわけなんだけども、今回初っ端でまあ、ちょっと必要なものがあるというわけで、早速、作っていきたいと思います。で、もみじモッドで追加されたやつをまず作りたいんだけど、それに必要なのが、この前使った、あ、持ってるね。このもみじ木材のかけらと鉄が必要らしい。あ、鉄も持ってるじゃん。OK。まずはもみじ木材のかけらを真ん中に置いて、鉄インゴットでそれを半分囲む。できた。これで調理鍋、これで、主にこのもみじモットの料理が作れると。はあ、いまだ半信半疑やけどな。これでできんのか。で、さらに必要なのが、火打ち石がいると。はい、 OK。 で、あと予備にハサミもいるよと。よっしゃ。で、主にこの3つだけで OK のね。まずは、なるほどね。で、これで何をするかというと、まあもちろん今回この作った鍋、まあこれに火を入れないといけないんだけど、それはね、もみじの落ち葉、それにこの火打ち石で火をつけてこの鍋に火を入れると。で、これもみじの葉ってさ、思ったんだけどさ、普通にこの下生えてるやつじゃダメなの？まあ生えてるというか、これから落ちてきたやつじゃダメなのかな。パート1かパート2の時チラッとやったけどさ、これはハサミでは取れなかったんだよね。やっぱ取れねえわ。で、本来だったらここの葉っぱ、これをハサミで取ってからクラフティングして、あ、なったわ。もみじの落ち葉でこれになるから、これに火をつけろと。でもこれでもいけんじゃねえ。やっぱいけるかな。はい、あ、いけるじゃん。え、でもこれ炎症しないかな。ちょっと若干それ怖いね。これで山火事だったらたまらんからな。一応周りは確保しとこう。で、この上に鍋を置けばいいのかな。はい、え、置けないんですけど。あ、もしかしてあれか、燃やす前に鍋置かないとダメ。あ、なぜそうなる。あれ置けないんだけど、なんで。あれ、この方法で間違ってないと思うんだけどな。シフト押しながら舐めてんのか。最終的にこの絵と同じようにするなら、もうこうやってブロック置くしかないけど、
で、これで鍋置いて火つける。あ、できるやん。あ、じゃあこの方法が正解なんだ。なんやそれえらい遠回りしたな。じゃあもうこれは壊していいか。あ、大丈夫そうやね。よっしゃ。じゃあこれでとりあえず鍋の設置は完了せんわ。で、これを右クリックすると、あ、出た出た出た。あ、レシピもちゃんと出てる。あんこ、赤飯、炊いたもち米、ぜんざい。あー、うまそう。ぜんざいとか俺の大好物。え、カレーまである。すげえけどこんな食材見たことないぞ。カレースパイス、はあ、めっちゃあるな。これであれか、今まで散々スルーしてた森に生えてたあの種とか、あの作物、あれが必要になるのかな。あ、すげえ、コロッケもある。へえ。で、とりあえずさ、その今俺が持ってる中でこれ作れるやつないかな。大根と味噌とかもあるけど、そんなのはないな。生の鶏肉、岩塩、黒胡椒、それもないわ。逆にあれやね、この作れる種類が多すぎてすごいな。はあ、子供とほんと倍できんわ。すげえ。あー、いいね、うどんも。でも軽い飯色になってるけどえ、バーモントカレーもあるしレトルトやないかこれ。すげえ。けど今一覧見ても持ってない素材が多すぎるなこれ。どないしましょう。今日なんか小豆豆はあったような気がするんやけどな。小豆豆から砂糖であんこを作って、そのあんこからまたできる。あ、でも焼き餅とかでもいるんか、前菜やったら。でもちょっとこれは作ってみないな。ちょっと見てみようか。ないか。なさそう。あった、1個だけある。ナイス、砂糖もあるね。よっしゃ。じゃあこれでできるかな。よしよしよし。だけどこれだけで本当できるのかな。燃料的なのはいらんかな。で、これをどこに入れればいいんだ。このポケット、ポケットちゃうな。あ、ポケットか、合ってるか。ここにぶっ込む。はい。あれ、動かねえ。やっぱこれだけじゃダメ。これでどうするんだ。あー、なるほどね。はあはあはあ。この作れるもののこの外枠、この外枠の色によって、まあなんて言ったらいいやろ、燃料というか必要なものが変わるんだ。あー、で、青色の場合は水がいると。で、黄色い枠の場合は、植物油がいると。あ、本当は。あー、揚げ物の時はいるってことか。よくできてる。あー、じゃあ水入りバケツがいるのか。はー、なるほどねー。わあ、マジでよくできてるわー。すげえな。よいしょ。じゃあこれで水を汲めばいいかな。でもここでいいか、池の水やけど不衛生決まれないけど、これでいいか。これでこの中に入れればいいだけ。どうなんや。あ、ゲージ溜まってる。おお、できるか。さあ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 、
だけどどうなんだろう一発目あんこて俺大好きやけど、さあできるか。おお、できた、できました、あんこただこれだけを食べれるのかなわかんねえけど、あ、砂糖浮いてる。あ、入れたやつはここに表示されるんだ。へえ、すごー、なるほどね。けど本当このあんこをどうすればいいんだこっからまたあれかな、いろんなものに使えたりもするのかな。まさかあんこを直に食べるってことはないやろ。え、そうなんかな。でも今レシピの中にあんこを使うやつがないんですか。あ、直に食うのかな。あ、ぽいな。だとしたらなんか一発目申し訳ねえなあんこって、まあほんまええけどさなるほどね。じゃあこれもっとええ料理作るんやったら、本当あれだな、もっともっと種が必要なわけか。じゃあもうこれ裏作業でもいいから、もうここら辺の取るしかねえな。多分ね、もうここら辺でも結構残ってたと思うのよね。よいしょ、ここら辺なかったっけ。向こう岸とかにもいっぱいあるはず。あった、そこにあるね。じゃあちょっとこれ時間を使って一気に取ってこようかな。あー今俺は恐ろしい記事を見ました。状況を説明すると、まあ今ね、夜で、まあ、塔の上に避難してるわけなんだけども、まああれから、まあ、カットしたあと1時間、まあ、作物をねずっと探してまして、で周りに生えてるそのもみじ元の木やら、添え木をしてある、まあ、植物を取ってたんだけど、なんかね見る限りなんか香辛料ばっかなのよ。でこれおかしいなと思って調べてみたら、作物は雑草を壊した時にドロップすると、つまりこれ無駄俺の1時間何やったんやマジかよ。ってことはもう草生やしてそれ壊してたらよかったわけたまらん。だってさ今迷子なんやでお最悪。はいはいはい。でこれを殴ればいいんだけど、多分このセンスでいけるはず。はい、お、早速出たよ。これ種じゃないの。お、ナスの種、やったやっぱりこれが正しかったんか。道理で見つからないはずだよこれ。すげえ。てかこれ結構な確率で出たりする。どうなんだろう、ちょっとついでにこっちも。あ、でもそうでもないんか。貴重っちゃ貴重なんかな。よいしょよいしょよいしょ。さあもう一丁。はい、お、また出たよ。これは菜の花の種。あ、これが確かあの油の原料になるよね。はあはあ、なるほどなるほど。あ、ここでも出るんだ。で種もみは前手にいたね。これも種もみか。だね。ん、これは
玉ねぎ、玉ねぎも出んだ、すげえ。っていうかやっぱ種ってなったら次はあれなんかな、植える作業になるんだよいしょ。一応ちょっとここで試してみるけど、このままで植えれたりする。はい、やっぱダメなんだ。あー、そこはちゃんと農業と同じ形か。ちょっとお試しでそこにポチッと植えてみよう。これでワンチャン骨粉で育てて入れたらラッキーなんだが、あ、植えれた。それで、はいはいはい、ダメ、あそこまではうまくはいかんか。OK、 骨粉は使われてるな。え、どうなんや、え、もしかしてこれ成長しきってる、なくなったやんけなんやねん、え、なんなんこれ、もいける、骨粉は使われるけどダメか、じゃあもうほっとくしかないんか。あ、ダメやな。あー、じゃあまあ骨粉チートは無理か、これに関しては。あ、じゃあ本当にもう成長をただただ待つしかないんだね。でもそれはそれでまあやりがいはあるね。よっしゃ、じゃあとりあえず種集めるだけ集めてみようか。さあ、とりあえず集めるだけ集めたけどよ、けどコップ200個以上使ってこれか、思ったより数多くないね。こんなもんなんかな。まあこれも確率やろうし、まあしゃねえか。じゃあまあとりあえず、まあこいつらは種なんで、次の段階としては、まあこいつらを植えて実をならして、まあまた種を回収していく中作業になるのかな。うん、ってことはまだまだ料理遠いな、これ。今日1回でいけるかと思ったけど全然いけそうにねえわっていうかもう本当にあの迷子の1時間半が痛いわ。あー、まあええわ。じゃあとりあえず次、まあここでええかな。ここにちょっと畑を作ってちょっと育てようか。うん、そうしよう。よーし、さあ次は忙しくなるぞこれ。頑張ろう。